では始めたいいと思います。メリーと申しまして今日はデビィーズ・ドリームファンデーションの代表としてじゃあ今日の組織、デビィーズ・ドリームファンデーションについて話しましょう。この彼女は、デビューは2008年に胃がんの第4ステージの宣告を受けました。 そして彼女は、まあ、診断までかなり時間がかかったんですけども、まあ最終的に胃がんだということで、えー、彼女のその当時もう90%の胃がもう転移しておりましてもう何週間かしかいじめようがないと言われていましたしかし一つ目の,、えー、その治療に反応しましてその後9年以上も、えーないまあ、いい人生を送られました。そ,う、えー、そして 彼女のそのまあ努力を元にまあこのこのダンができたわけなんです。彼女そしてとも同様まあいろんな化学治療などのそしてセロピセラピー放火放射線治療なども経験しましたこの九年間というものをそういったまあ治療を彼女は受けました。そういった治療にまあいい反応をして二千九年に この組織を作りましてこういった教育的な情報をできるだけその胃がんの患者の方に持っていただこうということで立ち上げましたそういうことをモチベーションにして彼女は生きておりましたこういった治療がもう30年もかい認可されなかったといったものもありましたのでそういったものをもっと進めるために国レベルでできるだけ資金を集めようとしましたそれがこの団体のミッションです。 いろんな、まあえー、パートナーシップも結ん,結んでいる団体もおります。こういった、えー、団体といいますのは患者,の患者さんの代わりに、まあまあ、いろんなア,ボアブドゥケシーをしているところでして、まあ、そのリストがこちらに書いてあります。えー、そしまた 他の,人の患者さんが他の患者さんのために声になるようなそういったこともやっておりますので今日でもいいですしいつでもこういったこと質問があればお聞きください。この団体のミッションといいますのは胃がんのアウェアネスを立てるそしてその調査のための資金,を資金繰りをするそして患者さんケア担当の方にもサポートするということです。 リーダーシップにもありますけれども、こちらの取締役などの名前も入っておりますし、まあ、こういったメンバーの名前が全部載っております、この人たちは皆さん熱意を持って、この胃がんのリサーチの資金繰り、そういったところに情熱を持って対応しておられます、で,できるだけこのミッションを成功させるように努力している人たちです。 今ここにリストが出ておりまして、ね、ここが諮問機関の人たちでしてまたこれがその写真になりますこの組織はこういった腫瘍学などの団体ですがカンフェレンスに出たりしまして情報を持ってきたり私たちがやっていることまた臨床実験の情報そういったまた患者さんケア側のニーズなどに応える情報などそういったものの拡散そして収集に努めております。 デビストリーム団体といいますのはいろんなリソースを使っておりまして、えーまあ、創立して、ね、10年になりますけれどもウェブサイトにいろんな情報が載っています。また えそのプレゼンテーション今日が合っているようなものの、えー、ビデオライブラリーなどもありますし、まあ、豊かな情報がありますので是非ウェブサイトをご覧になってください例えば、えー、診断されたばっかりで今日のミーティングに間に合わなくて見れなかったという場合はそちらの方でご覧になってください。 また診療実験などの情報も入っていますしそしてマッチングサービスもしておりますですからどんなトライアルをやっているか情報を見たりそういったことをやっている組織にコンタクトして。 自分の取り治療の情報などを入れて、そして診断の状況を入れることによりまして、どんなトライアルに、えー、やる資格があるかとか、そういうところもチェックできますので、そういったことを情報のもとに、あのお医者さんとお話をしていただける、そういったシステムもあります、またオンラインのブログもありますし、いろんなリソースもあります、世界米国だけでなく、世界中のカナダ、イギリスなどの情報もあります。 そういった患者リソースの教育プラグラムのもとにサポートしておりましてこういった情報もウェブサイトにあります。それだけでなく患者の方、そしてケア側の方にメンターを提供することもやっていますそういった、まあ、が,んがんを乗り越えた人、まあ、そういった同じような研究をしてきた人が経験をもとにこういったヒントを与えたりサジェスションを与えたりそうすることをやっております。 また、教育イベントは、まあ、今日のようなものは毎年、年中やっておりますし別の国を訪れることもありますウェブなども2回月に1回また四半期ごとにやったりしていますしそれ臨床実験などの情報もアップデートしたりもしていますそして、このまま栄養臨床実験そういったものに関する情報も常にアップデートしておりますこちらは、えー、ウェブサイト最近作り変えたばかりなんですが そのウェブサイトをご覧になければそのリソースというところにのタブがありますのでそこからドロップダウンリストを出していろんな情報に関するリンク教育、サポートニュース情報などがお選んでいただけますのでそこでぜひ情報収集されてください。29のチャプターがありましてまたドイツなどにもありますイギリスなどにもあります。 支部ですね、えー、で世界中でまあまあ年中にこういったまあいろんなリサーチあイベントそういったこともやっておりますので、えー、ご参考になさってくださいまたそれだけでなくウェブサイトにはイベント今から起こるイベントもそのイベントタブにありますのでそちらもご覧になってください、えー、この組織の一番、まあ、大きな目標の一つはそのだ。の 資金をリサーチのための資金を上げることでしてそこで今85万ドルを今、えー、上げることができましたそしてそれを、えー、であの患者の方へまたリサーチなどに寄、えー、付するということをやっておりますそういった、えー、こうう今数字を今画面に出ておりますが、えー、今日お越しになっているこのお医者さんの方も後で、えー、情報があちらの方からもあると思います。 こちらが出す研究資金というのは力を入れていますけれども、もう一つは全国のアドボカシー活動を行っています。ワシントン DC で2月15日から16日、議会の議員に対して7回目のアドボカシー活動を行う予定であります。そこで国,土あ失礼国防総省の予算の一部を 助成金として出すような努力をしています。国防総省は今まで1800万ドルもの胃がん研究資金をデビーズドリーム財団の肝入りで、 出してていいることになっています胃がんの研究に対して助成金を募るという医者さんがたくさんいるということでそこで今までなかった資金源を獲得することができました患者さんの方ヘルスケアの方々もしワシントン DC にお越し のご希望があればぜひ私たちと一緒に議員の訪問に加わっていただきたいと思いますこちらでは連絡先ですけれども私たちの財団の本部の連絡は電話番号そしてフリーダイヤルとファックスがありますまたメールも受け付けていますそして 患者さんのための資料もホームページ上にありますそしてこの財団に寄付するあるいは貢献したいといった方がいらっしゃればそれをぜひこちらにおっしゃっていただきたいと思いますそしてもう一つは支部をつ でそのの情報の伝達を各地で行っていただければ助かりますそして、また私たちはソーシャルメディアをやってます、Facebook、Twitter、Instagram、そして LinkedIn をご参照ください。本日のプレゼンテーションですけれども、これは録音されていまして、レク c ャーライブラリーという私たちのホームページに視聴することができます。そののホーーームページのリサーチ というタグがありますこれはそのレクチャ u r e l i b をクリックしますとその映像が見えます。本日の内容がの録音と映像が今後掲載される予定になっています。本日の全てのプレゼンテーションを視聴することができます。また本日の内容以外にも 他のテーマについて、YouTube 上のビデオはたくさんありますので、こういったリンクも私たちのホームページにありますので、ご参照ください。では、本日のアジェンダですけれども、今朝は、その医学放射線療法やその他、化学療法を 標的療法といったさまざまな治療についての説明があります。そして10時半に質疑応答のパネルを設けまして、スピーカーの方々3人を交えまして、皆さんのご質問を受け付けます。その後 社会的なサポート精神的なサポートそしてホスピスについてのお話を予定しています本日は現場に活躍していらっしゃる方をお迎えしておりましてその話を聞きますそしてその後は質疑応答がありますお昼の時間は1時間ぐらい12時35分から行う予定でありますそして患者の 話は1時半からありまして、そして患者との集合写真を行います、胃がん、そして遺伝的な胃がんについてのセッションがそれぞれありまして、その後はは、疑応等をもう一度行いまして、3時に終了する予定であります。